これあのインドで有名な女の人のお墓らしいんだ。お墓ね、あのこう死んだ人のデッドウーマンのお墓、デッドウーマン、亡くなった人のね、死んだ人のお墓で、インドで一番有名、あのタージマハールっていう、まあマハラジャではないんだな、タージマハールっていうお墓として有名、女の人だね。だからデッドウーマンってことで、まあちょっと濁点を取ればデートウーマン、デートウーマンって、まあ自分がデートしてる女の人っていう英語のダジャレも考えられるんだけど、あのお墓のこと、お墓、本当の意味ではお墓、別にデートの相手という意味でこれを飾ってるわけもある程度あるんだけど、まあインド人女性とデートしたことはないとは思うんだな。まああのそういうダークアイズのあの目のこの瞳の色があのだいぶ濃い色の女の子とデートしそうになったっていうか、デートにこぎつけることができなかったんだけど、まあその話はあるとして、まあアフリカ、ケニアかナイジェリア、どちら、西だっけ左だっけ、まあルームメイトで、まあダークアイズの女の子とデートしたかったなっていう、まあ大昔の思い出があるんだけど、まあさ、今日は鏡の話。鏡鏡らしいんだよ。鏡か、俺あんまり普段鏡ほとんど見ないな。だからあの鏡のテクニックって実はあるようでないっていうか、自分ではあんまり鏡を意識して普段人と喋ったりとか、それ何の話っていうのは、まあ今回の話はすごくヘビーになる人もいるかもしれないし、とっても楽しいっていう人もいるかもしれないんで、自分のメンタル の具合によって、あのこの話を最後まで聞けなかったり、最後まで聞いてそれを応用しちゃおうっていう人もいるかもしれないけど、まあ悪用はしない方がいいんじゃないかなとは思うんだけど、ギター、鏡とギター、俺がこの右利きなの、右利き、サウスポーっていうのは左利きだよね。あの右利きのギタリストっていうのは大抵このポジションで、左手でここの指板を握って右手でつまびく人がすごく、そっちの方がイージーっていうか簡単なんだよ。あ、今回字幕をちゃんと、あの俺の性別を男性にしないと今回の話ものすごく混乱する話だから、俺の性別は男性ということで、俺のお墓の性別は女性ということで、まあ話を進めるんだけど、右利きはこのポジションだから、俺がこうギターを弾いてるのを見て同じことをしたいなと思った場合、実は左利きの人がそういうフレーズを弾いてる方が、弾いてるのを見る方が、鏡でしょこれだと、ね、鏡に映ってるっていう か、俺にとってすごく難しいんで、左利きのポジションであのギターを弾くっていうのはすごく困難なことなんだけど、右利き同士の人間がギターの指板やあの指の動き方、これを全然知らないテクニックを習うときは、鏡に映して、その鏡の中の映像を見た方が実はあの真似しやすいんだな、習いやすいっていうか覚えやすいっていうか、そうでしょ、俺が左でこうやってた方がね。だから俺がこの右のポジションでギターを弾いてるのを見てすぐ真似ができるっていうのは、左利きのギタリストの方が実は容易に理解しやすいと。
本当はだからビートルズでポール・マッカートニーとジョン・レノンっていう解散直前だいぶ仲悪かったらしいんだけど、それ右利きと左利き関係あるのかなっていうあの憶測もできるんだろう。そうなのというポールは左利きだからみんなにこのポジションで、ポールが一番弦楽器得意だったベースだけどギターも他のメンバーに新しいテクニックを教えることが最初の頃は多かったから、このポジションでまあもう一人の弦楽器ジョン・レノンとジョージ・ハリソン、ジョージ・ハリソンはこのポジションをあのポールのポジションっていうのは新しいギターのテクニックを覚えるのがすごく楽だったんだから、覚えやすかった、ポールに教えてもらうのがすごく楽だったんだけど、ジョン・レノンは右利きなんだけどこのポジションで見るのにすごく苦労した人、そこら辺その鏡のゲームっていうか鏡のロジックっていうか、ロジックっていうか鏡の言葉遊びじゃないんだけど、鏡の中に鏡になって教えてくれるポールの存在がとってもその混乱をきたす脳の状態になる、確かに、まあ、そこをその程度にしておこうかな。ポールとジョンの違いで言えば、まあ、後の話に結びつくんだけど、ポールは自分と相手、自分と相手と以外のもう第三者、他の人の話も交えての歌の歌詞を、ジョンは大抵相手に対して言うんだけど、相手に対して言ってんだけど、まあ、例えばそれが対象が女性だったりするととっても混乱する場面があって、自分の母親と自分のガールフレンドの奥さんと同一視したり全く別人になったり、そこら辺の、 あの統合っていうかまとめ方がすごく苦手な人だと言われる。それ苦手だったから、あんまりそれにもう第三者が入るともう一人が入ると入ったりするようなあの歌詞を作るのは実は苦手な人だったり、であの俺は普段鏡見ないから身だしなみっていうか、まあ家を出る時ぐらいにチラッと見て、正面からだけチラッと見て、まあこんなもんでいいかなと思うんだけど、大抵俺のビデオ見てると後ろちゃんと鏡でチェックしてないから寝癖がついてる場合も多いんですよ。だからうちは床屋さんだったんだけど、床屋さんバーバーショップ、まあ床屋さんとか、まあ、ヘアカットするところのあの鏡っていうのは反射率がだいぶ正確なんだよ、 90% 以上、反射率がまあ縦横の右と左とか上と下とか あの値が実は鏡ってあの 90% からもっとずれてると 60% だったり 50% だったり、あの上半身だけ90% なのに足だけ長くしたかったら下は170%の反射率にすればビヨーンと足が長くなるし、その逆もあるよね、短足にもできるし、右と左 あの長さを変えれるんだけど、まあ生まれつきそのバランスが違う障害を持った人もいるからあんまりそこら辺言わないけど、まあ、 あのヘアカットするお店の鏡の反射率はもうだいぶ正確な方なんで、あの 90% 以上のものを使った鏡を使うところがほとんど、うちもバーバーショップ、床屋さんだったから、あのかなり反射率が 100% に近い鏡を
俺は子供のとこからチラッと見てちょっとだけ直して、でまあ学校に行ったり仕事に行ったりしてたんだけど、まあ、あんまり本気で見ること実はね、鏡をじっくり鏡の前にじっくり座る人って大抵女の子っていうかお化粧する人は鏡をよく使う。で自分の後頭部後ろを見るときっていうのはもう一つ鏡が必要だから、ここの鏡とこの自分の後ろに手鏡とか反動鏡を持って映ったのをこっちに映して、でチェックして後頭部にチェックするから、まあハンドミラー、その鏡が2つ以上あるって人は、まあ、そのテクニックっていうのは、まあ、その歌の世界でいう二人称じゃなくて三人称の歌の世界だから、自分と相手だけじゃなくてもう一人の話も交えての歌になってる。それ実は俺もそれ苦手だから、後頭部の身だしなみダメなのかっていうのもあるあるかもしれない。だから普通の右利き同士、右利きがギターを教えてもらうときは、左利きの上手な人にの映像を見た方が、実は左利きのギターの上手な人の映像を見た方が実は真似しやすいから、ギターの上達早いんだけど、ジョンは右利きなのにその鏡に映ったようなギターのポジションがとっても苦手で、まあ、白雪姫っていう有名な鏡役があるんだよ、世界で一番美しいのである。まあそのテクニックは女の子にとって当然得意分野にもあるんだけどそれはあんたですよ、ね、それっていうのは自分の彼氏とか息子とかね、女の子にとってまあ思い通りになる存在なんだ。だからまあ自分のことを好きって聞くと、好きって言ったら自分に都合のいいように答えてくれるから、反射率は 90% の状態だったんだけど、白雪姫のお母さんの役の人っていうのは 90% の鏡しか求めない人だった同じ状態に、それでまあそうじゃない場合はちょっとだから自分の旦那さんとか彼氏とか息子とか一番綺麗なの誰って言ったら自分のことを言ってくれるのに、ある日別の人のこと、まあ、白雪姫かわいいな綺麗だなとか言い出したら、ものすごくジェラシーを感じて、白雪姫をものすごくいじめちゃうっていう、まあ、そのテクニックって女の子にとっては普段の生活で当然なんだろうけど、まあ、それ全然恋愛関係じゃなくても、恋愛関係とか男女の関係じゃなくても友達同士でも、俺たちって気が合うよな、そうだよなとかいう話でも、例えばもうものすごく例えば他の国の話にしちゃうとまずいんだけど、失礼に当たるんだけど、その国の名前を特にそう言うとね、国の例え出したのはまずかったんだろうけど、まあ、例えば仲良し同士で全然違う第三者のことを片っぽがとってもあんまり良くないなっていう印象、第三者の印象を鏡同士、仲間同士の間で、あいつちょっと分かんねえやつだなっていう話をしたとするじゃん。そうするとそれを鏡の相手に同じ反射率で同じ意見を言わせようとするテクニックってのもあるよねっていうね。そうでしょう。だからあいつは鏡の反射率悪いよなっていう
話を持ちかけて、あの全然あの鏡の向こうの仲間同士の君が、あのその反射率悪いかな、その反射率悪いかなっていう、俺たちと同じ意見じゃないかなっていう思ってなかったとしても、それを催眠術じゃないんだけど、お互い友達、その仲間2人の間では鏡になんなきゃいけないことを理由に利用して、テクニックがあるじゃん、人間関係だから。それで上手に誘導できる、だから人もいるよね、上手な人いるよね。だからあの自分が鏡の反射率悪いと印象付けたい、あの仲間相手に、あのあいつの鏡の反射率悪いねっていうのを植え付けちゃうと、そいつまであいつ反射率悪かったのかなと、なんか洗脳っていうかブレインウォッシュされたのか、されたことに気がつかないで、それまでは全然俺全然反射率良かったのにとか思う。逆にそのその逆もあるよね、あいつ反射率いいよねとか言われると、あのその仲間同士で、あいつの反射率いいなっていう、俺たち結構意外と共通点あるんだなっていう、仲間になれるかなっていう、そういうテクニックもあるし、まあそれを利用するのが政治家だったりして、それで戦争があったりとか、商売、国同士の商売があったりするんだろうなっていう、そういうね、関係ね、条約でも、ね、そういうことだとは思うけど、あんまりビデオの録画の残量がなくなったから話長くできないんだけど、まあギターが、俺右利きだからさっきのポジションで弾くことしかできないから、まあ俺からギターを習いたいって人は、人用に次回から全くのビギナーがね、初心者が、あのものすごく簡単なことを、あの難しそうなことを簡単に教えてくれる人かもなって、俺のことを見てたとしたら、あの次回からこっちのポジションと逆のポジション、反転って、まあビデオって簡単に鏡にできるから、反転、鏡に映せるから、その反転した映像とこっちの普通のレギュラーで対面した映像を上下に乗っけて編集してやろうかなとは思ってるんだけど、まあその内容っていうのはまだ決めてないんだけど、そうしたらあのお互い右利き同士だろうか、両方映ってるからね、左利きの人がそのテクニックを初めて覚えたいとか、まあビギナーの人がな、俺まあ ほとんどビギナーに近いギターテクニックだから、あのビギナーの人に分かりやすく教えるのが上手に思ってる人もいるかもしれないけど、ギターの上手な人から言わせると、いやこいつ下手なのにあれだな、こいつの教えてる映像見るの好きなやつ何人かいるらしいぞっていうのもあるから、まあ判定映像も載っけます、ね、でまあ男と女が逆転して、だから恋愛関係においてデートしてハグしたりとかキスしたりするときに、あの自分の彼氏や彼女が思ったようにしてくれると、それは鏡としてその反射率をだいぶ上げなきゃだ、上げてる、お互いが反射率いい状態なんだけど、そういう時は反射率片っぽがすごく下がってる、だからそれ今ダメとか、この人とは絶対ダメとかいう場合は反射率が下がってる、鏡のね、だからそうするとすごく逃げられたりとか、無理やりやるともう喧嘩になったりとかあるよな、ハグしたりキスしたりするとな、ハグしたりキスしたりするとな、だからあの鏡の反射率を、そのゲームがとっても好きな人っていうのは多分
男女の逆転が男その恋愛対象じゃなくても普段の生活でそのゲームが大好きな人っていうのはとかその鏡のゲームのテクニックをすごく心得てる人たちはそれ大好き、そのゲームがすごくそのテクニック上手だし、俺は苦手な方なの実はね。だからこの俺の YouTube の中にあんまり鏡登場しないよ。そのことはあんまり映像作るときに考えてないんで、暗転させるっていうか鏡の状態にしたりとか、その色のバランスのを変えることはたまにある。左右暗転とか上下暗転とかっていうのは実は、ね、そういう作業っていうか作業も苦手、相手にそれを見せるテクニックも苦手だし、それを理解するテクニックも苦手なんだ。